どうも、ゴルフプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は2打目のチョロをなくす方法、これを皆さんに伝授しようと思います。ドライバーショットがすごいいい当たりですが、2打目でチョロ、ね、これ本当にメンタルにきますね。非常に悔しい思いをしますので、ナイスショットしても2打目が肝心なんだよな、2打目がダメなんだよな、こういう経験、まあ、こういうコメントをしている方が、非常に多いので、この動画ではその2打目のチョロをなくす、これを皆さんにお届けしていきます。では早速いきたいと思いますが、2打目というのはティーショットと違って、まあ、例えばドライバーショットであればティーアップ少しボールが浮いている状態で打つことができるのに対して、この2打目は地面の上にあるボールを打たなければいけません。ですからこのボールを打とうとした時にボールの上っ面を打ってしまうような、こういうですねミスが出ます。まあ、最悪ボールがスーッと飛んでいけばいいんですが、今みたいに、まあ、少しボールにですねオーバースピンがかかるような感じになって、でそのままちょろっとなってしまうね、こんな感じで、あもう全然、うまくもうちょろちょろっとねボールが飛んでしまうような、こういう結果になってしまう方が多いんですね。でこれなんで起きるのかというその原因をやはり知らなければ、それはなくせないんですね。原因があってそれをなくしていくということが非常に重要になりますので、それが起きないようなショットを心がけて打てるかどうかということになります。じゃあこのチョロはなぜ起きるのか、物理的な動きとあとはメンタル的な要素とおおむね2つありますので、その2つを少しねお伝えしていこうと思います。まず物理的にはですね、地面の上のボールを、うまいことですね、打とうにも、これはですね非常に難しいんですね。というのは地面の上に本当にこう接しているわけですから、これをですねうまいことボールをこのボールだけをきれいにさらっていくような感じでやろうにも、ボールのですね上の方を打ってしまうカツンとかね、でこれがもう最悪、本当に上の部分だけ、こう当たって、チョロみたいなのが出たりするわけですね。じゃあ、これって、そもそも地面の上にあるボールをきれいに打つことができるのだろうかっていう、そういう問題になってくるんですね。そこでメンタル的な要因も絡んでくるんですが、ボールを打つ際にこの地面をですねドカッと打ってしまうような、そうすると地面削れてしまうんですが、この地面って、いたわれとかねコースを傷つけるなとかね、こういうことは、まあ、よくよく言われたりするんですが、それは無駄に傷つけたり、不必要に、痛めたりしてはいけないだけで、ボールを打つときは地面を打ってしまうことが、まあ、通常ありますので、それはもう構いません。その後に削れたところに砂を入れて、目土、目砂と言ったりしますが、そうしておけばちゃんと芝生は再生してくれますので、この打つときにボールだけを打つんではなくて、ボールとその地面ですね、まあ、芝、それも同時にドンと打っていけばいいんですね。そうすればボールと地面と両方打つことになりますが、そのままボールは飛んでいきます。しかも、この地面を打つっていうのも、ボールを打ったその後の地面をこう打っていけば、それはボールの飛びには影響ありませんので、ボールだけを打とうと思うんではなく、芝生も一緒に打っていいんですよ。そもそも、地面の上のボールだけうまいこと打つことは不可能に近いですよって、物理的に厳しい。あとは地面を打っちゃいけないんじゃないかという気持ち、大丈夫ですね。ちゃんと後から、メンテナンスしていただければ、ね、カバーしていただければ、全く問題ありませんので、というよりも無理だよって無理だよと言ってるわけですから、それをやれという方が、まあね、無理がありますから、そういうことのないように、ちゃんと地面を打っていいんですよということになってます。ただ素振りの時にドカ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 ね芝生を削ってしまうのはエチケット違反になりますので、それはしてはいけませんが、打つ瞬間は、それは構いませんよということです。こんな風にまず気持ち、あとは物理的な動きをしっかり理解していただいて、じゃあ、実際にどうやって打てばよいか、そしてどういう練習をすればよいかということになりますが、まず打つ際はボールの先、ここにクラブヘッドを落とすようなイメージでスイングしていただく。そして先ほども申し上げたように必ずクラブを地面に落とす、地面も打つ、ボールだけではなくて地面も一緒に打ってください。そうするとチョロはもうほぼほぼ出ないと思いますので、少しそれを心がける。そして練習する際も、このクラブをこのマットの上とかで、ね、こう素振りしようとするときも、まあ、なんとなくこうやって振ったりするときにもうさーっともうギリギリさーっ
当たるか当たらないかぐらいのところをうまいことこうやって、ね、こんな感じでやろうとする人がいるんですが、そもそもスイングがここで無理やり調節するような感じになってしまいますので、これでは正しいスイングになっていきませんし、何度も言うように、クラブをうまいことぴったり打つこと自体が不可能に近いので、クラブをしっかり下に落とす、下に落としてマットの上にボンと落としていくという、こういう練習をしていただくといいと思います。その際腕を痛めてはいけませんので、あまり頻繁に やるとはいけませんし、まあ、このマットもですね、普段こう真ん中が結構削れたりするので、まあ、あまり皆さんが打ってないようなところでやるとかそういう配慮をしていただくとさらにいいと思いますので、自分がこう、ね、怪我をしてしまわないように、そして施設もちゃんと、いたわっていただくという、そうすると、まあ、ゴルファーとして素晴らしく、なっていきますので、少しそういう配慮をしながらも、クラブヘッドを下に落とすそういう練習をしていただいて、そのまま同じようなイメージで振り下ろしてあげれば、少しクラブヘッドが上下に、ね、変動したとしても、ナイスショットにつながっていくと思いますので、こういうマインド考え方、あとは、知識、そして練習方法を、しっかりと、ね、身につけていけば必ず、2打目のチョロは減らすことができますし、まあ、基本的にはゼロに、ね、全く出ないようにすることはできますので、少しこんなこともですね、覚えてやってみてください。皆さんがこれでスコアアップに必ずね、つながっていけること間違いなしです。最後に、チャンネル登録ね、ぜひしてみてください。皆さんに毎日動画をね、配信してますので、少しでも皆さんのためになっていただけると非常に嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。